あ、タッチミスった。月指した。第5位は月指です。はい。月指意外と多いんですよね。僕はちなみになったことないんですけども、特に多いのはバックかな。背泳ぎの選手が月指になりやすいです。と言いますのも、月指でこうバック、背泳ぎを泳いできて、これ見えないんですよね。タッチの壁見えないんで、そのままパッていって、このままツンと、ツンと指クーンって言って、月指っていうことがあるんですよね。僕の友人は、そのバックのタッチで骨折してました。指骨折。もったいないですよね。骨折したら、まあしばらくこのストロークできないですからね。なってくると大変なんで、月指皆さん気をつけましょう。まあね、大体体が大きくなってくると、大体何ストロークでタッチするっていうのは分かってくるんですけど、まあ、初心者であったり、まあ、小学生であったりっていうのは、結構ね、5メートルライン過ぎてからいっぱい手書く必要があって、ちょっと分かんなくなっちゃって、最後、重くそタッチするってことがありますんで、これは月指は気をつけた方がいいですね。まあ、月指だったらまだマシですけども、頭をガツンといく人もいるんで、これは大変ですね。パドルとぶつかった。第4位はパドルがぶつかるですね。これは良くなりましたね、私も。はい、パドルがぶつかったらめっちゃ痛いです。はい、パドルがね、かつもう自分が素手で向こうがパドルの場合が一番痛いんですけども、パドルってね、こんな薄いプラスチックなんですよね。で、このパドルの薄いプラスチックがこうバタフライとかでこう泳いできてるやつのここにカツンと自分の手が当たるとうわーってなります。これ血出ますからね、マジで。めっちゃ血出ます。ざっくり切れます。はい。特に、大学生とか、大きい選手になってくると、本当に危ないんで、気をつけた方がいいですね。でもまあ、じゃあ、すれ違う時に片手ですればいいんかって聞かれると、それもそれでなんかね、コーチに怒られるしね、どうしたらいいもんかねって感じですね。体が大きくなってくると、なるべく、一人一コースで泳ぎたいなっていうふうに思いますよね。まあ無理やけどね。うん。まあ皆さん気をつけましょう、パドルね。ちっちゃいうちはまだマシやよ。ほんのにパワーないから、あんまり痛くないけどね。大人になったら痛いよ。いやー、飛び込み練習しすぎて、指先めっちゃ傷ついてるわ。第3位は、指先の裂傷ですね。わかりますかね？この指先って、ここね、この指先ってね、めっちゃ、はい、傷つきます。と言いますのも、飛び込みの瞬間ってね、女子とかは用意ドンでそのまま手を前に出しますけども、男子で、まあ、パワーある選手とかは用意ドンで一回この手をパンって後ろに引くんですよ。で、飛び込み台って滑り止めがついてるんで、このまま持ってグッて下にパッて引くと、ここがね、その滑り止めのザラザラで擦れて、このガッてこう傷ができるんですよね。これは良くなりましたね。僕は長距離選手なんで、そもそも飛び込み練習あんまりしなかったけども、飛び込み練習するときはこれなってましたから、短距離選手とかは多分指先やばかったと思うよ。ここめっちゃ傷つく。あれは普通に多分防ぎようがない。練習すればするだけ、一発やるだけでもここ指先痛むしね。で、飛び込みの方法を変えるわけにもいかんし、女子の場合はね、用意ドンでこのまま前に行くからいいんですけども、この引く飛び込みの選手はね、ここマジで痛みます。かつ、まあ、タッチの時も、まあ、傷つくところやしね。ここはね、本当に、なんだろうな、防ぎようがないですね。やだだだだだだ。腰痛い。第2位は、腰痛です。はい。腰痛になりますよね。僕も腰痛は、現役の時は腰痛持ってました。水泳っていうのは、どうしても腰に負担がかかりやすいスポーツでございまして、と言いますのも、水中でこういった姿勢をとってますよね。まっすぐ、ストリームラインのこういう姿勢ね。で、こういう姿勢って、まっすぐ立ってても、絶対に、まっすぐになるには、腹筋とか背筋の体幹の力がいるんですけども、その力が抜けてくると、こういう、反ってくるんですよね。どんどん。反ってくると、どんどん腰に負担かかってくるんで、非常に腰痛発生率が高いです。まあ、小学生のうちは、腰痛持ってるっていう選手も少ないかもしれませんけども、中学生、高校生以上になってくると、1個のクラブチームに、大体、そうだな、2割、3割ぐらいは腰痛持ってますっていう選手が出てきます。これは特にバタフライとか、まあ、平泳ぎの選手に多いですね。
痛いんですよね。僕はフリーやったけど腰痛持ってましたから本当に痛いんですよね、うん、で腰痛ひどすぎるとヘルニアとかなるんで、なるべく腹筋はしっかり鍛えましょう。皆さん腹筋体幹鍛えないと腰痛になりますよ。ちょちょちょ、膝痛い、膝痛くて無理。番外編は膝ですね。膝の痛みはね、これ平泳ぎの人が多いですね。うん、てかまあほぼ平泳ぎだね。平泳ぎの選手は痛めやすい箇所がめちゃくちゃあって、普通の選手なら痛めへんであろう股関節であったり膝の関節、ここを痛めやすいのが平泳ぎです。他のスポーツてかまあ他の種目、バックフリーに関しては股関節痛とか膝の痛みはあんま聞かないんですけども、平泳ぎに関しては急にこの股関節痛膝痛が爆増します。というのもこの平泳ぎのキックの構造自体がめちゃくちゃ膝と股関節に負担かかる動きしてるんで、この動きがねどうしても反復し続けると股関節やられますね、膝と。なのでこの辺もねしっかり柔軟性を持っておくことが必要なんで、ストレッチとかはちゃんとしっかりしておきましょうね。痛いっすよ膝痛は。あー肩痛いな、アイシングしよう。第1位はスイマーズショルダーですね。これはもうほぼなってる人いるよね。てかもう大体そうちゃうかな、うん、トップ選手、オリンピック行ってますっていう選手でも持ってる選手多いですし、どうあがいてもなるんだよねこれね。僕もなってます、痛いです。はい、まあなったとしてもウォーミングアップしっかりしたり対策すればそこまで泳いでる時は痛みないんですけども、痛み、まあ、泳ぎ終わった後とかに出てきます、痛いです。でこれ1回なると、例えば右は無事でこっち左になってますっていう場合は、左だけ柔軟性がめっちゃ落ちるとか全然あります。こっち向きに全然肩が動かないとか全然あって、これ非常にね、自分の泳ぎに影響してくるんで、皆さんこの辺はしっかりねケアした方がいいですね。具体的にはチューブとか引っ張ってあげると非常にあの中のインナーマッスルが鍛えられまして、中の、まあ、インナーとかがこう擦れて炎症が起きることがスイマーズショルダーなんで、なるべく、まあ、こういうことしてあげて予防しましょう。はい、では今回以上でございました。皆さんね、怪我、水泳って怪我少ないなと思いがちですけども結構あるんで、接触の怪我は少ないんですけども、まあ、動かし続けることによって起こる怪我が多いんで、皆さんその辺は予防していきましょう。では今回以上。12月10日に中西優子さんの特別スイミングレッスンが尼崎にて行われます。私北山水泳も参加しますので、ぜひともこちらの QR コードから参加お願いします。